はい、えー、それではですね、今から1時間半ぐらいですかね、行政書士実務家講演会ということで、お列席様にお呼びいただきましたので、はい、私と伊藤博氏先生でちょっと対談の方をさせていただきたいというふうに思っております。はい、今日お越しの皆様どうもありがとうございます。はい、<laughs> さあ、あの <laughs> まずなんですけど、はい、伊藤先生あの。 僕、ちょっとで、なんでしょう、前日もバタバとしてたので、事前打ち合わせ何もなかったじゃないですか。はい、今日あの、最初の、なんかこう、来る前の15分で打ち合わせしようってう話だったんですけど、先生が来られたのは3分前ぐらいだったんですよね。<laughs> <laughs> これもう、打ち合わせなしってことでいいですね。はいはい ということで、あの、二択なしということでございますので、はいね、本当の、あの、この本音トークライブということを聞けるのではないかというふうに思っておりますが、はい、まあ、じゃ早速、どんどんこうテーマに触れていく感じで、いいですかね。はいはい、ちなみに、今日のこの趣旨は、どんなところでありますか趣旨はそんたくなしです。そんたなしということで、あの、なかなかこういう講演会で、あの、 損額しますよね普通ね、えー、っていうところなんですけどもあの今日はですね本当に本音でやれるようなコンセプトでございます <laughs> であともう一つコンセプトとしては結構こういう講演会でその将来のこととかをですねお話しする機会って非常に多いんですよねなんか未来こうなるとか。 で、結構大きい話で終わってしまうこと多いんですけれども、これ結構現実的な話だったりとか、今まさに今、この状況下でえという話をできるかというふうに思いますので、えぜひ皆様そういう意味で楽しんでいただければというふうに思います。で今日は あのこれは画面が映ってるんですかね。えーえー、事前にこういただきましたご質問の中からで、実は私もあの質問まだ見てないんですけれども、あのその中からちょっと画面を映しながらですね、えー、お互いにこの、えー、これについてどうなんだなんていうのでやり取りしていこうかなというふうに思っておりますけれども、将来性とかね、えー、とそこの辺を最後に、ね、しましょうか。うん じゃあちょっとあのー、手始めにこの独立開業についてのご質問から、うん、え入ってますので、うん、えちょっとこちらの 質問から言いたいなと思いますけれども、じゃあもう最初から言いましょうか。いや二番目からまいい。あ二番目からでいいですか。はい。これ部長としてない終わに了解してくるんですね。大丈夫です了解です。えじゃあ会議に必要なお金はいくらいくらこれトップトップの質問としてこれいいですか。ありがとうございます。じゃ会議に必要なお金はいくらぐらいかということなんですけれども、伊藤先生どうですかこれ実際会議資金えっと私の場合は300万で会議 ましたであのこれまあ皆さん今目を書いてるけど300万が本当にいいかどうかはその人なりですだからもうこれこれはだから本音ですからねで初めっからもう仕事がもう来ることが目に見えていてで例えば 事務所もですねある法人の一角を借りてますってもう,もう人,人もいますって言うなればそもそも開業資金いらないんですよねいらないんですよでもっと言うとあもっとこれ難しそうだなって少し準備が必要だなと思うなら開業資金やっぱり500万円600万なり必要であの300万って私が言ったのは私はこれぐらいでいけるだろうって,って、まあ、踏んで開業しましただまあ実はですね私1年目に200万の本買ったの200万書籍費使ったので結局足りなかったんです結局は足りなかったんですでそれはだからどういうい仕事 報道したいかとか、ああどういうところにお金が借りそうかによってこの、えー、費用っていうのは変わってくるっていうのが本当のところです。いや会場の経費でその300万っていうのはなんとなく分かったんですけど、あの200万損で使うってそれ結構。<laughs> あのど,どうでしょういや、あのね、正直結構そのコンサルで入ること多いので、それちょっと、ちょっとで止めたくなるような感じもするんです、ね、いやいや、あのーね、特にあの本屋さんがですね、ね営業の方がどんどん本を進めるんで、その進められるまま本を買ったっていう、まあそういうところが、先生、これも一つ、あ、そうであ、必要です、そうネットこう買ってると、どんどんどん <laughs>、仕事以上に本がたまったっていう。なるほど。伊藤先生、でも本当に読破しますもんね、はいそれで買われた本ね。なるほどですね。 開業に必要なお金は、まあ、伊藤先生としてはまあ300万ぐらい、ま、で始め,た始めたってことですかねで。ちなみに黒澤さんはいくらで始めたんですかいや僕本当にあの学生から毛が生えたぐらいの時にあの開業したので当時お金全然なかったんですよね。でなのでもう本当にえ 万そこそここしかなかなったんで、すよでその中で開業登録で30万ぐらいかかるじゃないですか。でももうなんか残り20万ぐらいかっ,ってなんかちょっと唖然としながら。で、ホームページ私もそれで作ろうなんていうんで、ホームページの、まあ、今だとね、安いのあるんですけど、20万ぐらいかかったので、それでもうなくなったんですよ、ね。で、しょうがないから、レックでバイトしようって言ってですね、でそれであのレ,ックの、まあ、レックに騙されてあの講師をやるはめになったっていうのがですね、あのまあその本音のところなんですけど、レックに騙されてっていうとよくないですね、 そうそう <laughs> まああの実際今だったらやっぱり300万とかまあそのぐらいは必要かなと思いますしあの事務所をやっぱり借りないといけないっていうところもあるので、うん、まあその固定費としては、うんまあ、300万でも一瞬で消えますからそういう意味では、うん、最初にそのぐらいはないと厳しいかなっていう感じはしてますあの私は最初はあのバイトしながらみたいな感じだったのでそれでなんかこう食いつなげたんですけどそうじゃないとなかなか。 厳しいなといなう感じはしますよね、うん、じゃあちょっと他の質問に行きたいと思いますけれども。はいはいまあ、費用はいいかからこっち行きましょうか伊藤先生が全部選んでくれるんですね。えっとですね、えー。行政書士業務未経験者の方が、えー、開業する上で、えー、最初はどういう方法で実務を勉強したらいいですかというご質問ですけれども、はい、これ、まあ、確かによく聞かれはしますけれども。 どうですか実際。まあ一つはですね、忖度ありのレックの実務講座を受けてくださいっていうのがつですね。いやで、これは、いや、これはじゃ、ね、ゃめちゃ忖度してるじゃないですね、これはですね、あの真面目な話、私もあのえっ、ー、と開業したときには、あの確か3つぐらい、えー、開業講座をやってるところがあって、えー、とあのあの頃でいうと、まあ、レックさんと和田司法セミナーかな、それとタックさんで、私は受けました。あののそれぞれぞ 実務講座っていうのを受けたそれと、東京会の方、もしこれから登録され,てされる方で、東京会の方であれば、あのインターンシップがあります。今、1週間から2週間のインターンシップがあるので、そういうところで実際にこう実務を見ることができます。それと、まあ、インターンシップがない、単位会等の方であれば、 えと一つはですね支部の先生と仲良くなって支部の先生に、えーまあ、ついて見せてもらう例えば、えーまあ、うちにも時々支部の方来られたり、まあ、そのいわゆる疑似インターンシップなんかで来られる方いるんですけど、えー、と建設業見せてくださいじゃあ今度建設業の仕事があったら呼ぶから。 呼ぶから来てねって言ってそういう,う支,部の支部の方あ支部の先生に仕事を見せてもらうってやり方があるので自分で受けた場合でこれは皆さんにちょっと注意しておきますけど全く分からないものを受けて先生全然分からないもの来ましたって振られても先生できないのでそれはあのできるものですでそこのやっぱりう見極め方は絶対に必要ですね受け,受けられる仕事がどうかっていうのを見極めるのは大,大前提で例えば参拝受けましたあ参拝だったら支部のあの先生が得意だよな先生のところに持ってって全部先生に渡してその紹介料 の1割だけもらうのもよし私が書類を作りますから先生、えー、相手との行政側とのやり取りは先生お願いしますでじゃあ5割5割にしましょうか私がほとんどやってあとは先生見てください8割もらって先生に2割渡すその視野のやり方は様々だけどそういう形で実際にもう実務をやっちゃうっていうのがすごく大事で自分で取るか先生のやってるやつに付、えー、き添いで見せてもらうかでそれはそういうやり方でやっていただければなと思います、うん、はいなるほど、ね、どうですあの <laughs> そうですね逆にあのちょっと私は伊藤先生にもちょっと忖度しないような感じでちょっと喋ろうかなと思ってるんですけど,どあの結構最初に研修が欲しいって言われる方すごく多いんですよね。あの研修を受けたい研修を受けたいって言われるんですけどもで実際にこう研修を受けるってことは目の前にいる先生はですねあのもうその業務について、まあ、結構数をこなしているわけなんですよ。 どういうことかというと、自分がパイオニアにはこうなれないですよね。だから、他の行政書士の先生がやってないことを探すっいうのも一つ大事だと思うのと、あとは結構私、これ、企業のコンサルで入るときにあの、自分自身もこう振り返ってみたりとかするんですよね、客観視してみたりとかするんですけれども、あの事業計画全く引かないでやり始める人、これ、やばいですよね。うん、で、これ資格料って特に資格合格したら、なんかもう、 行政書士業務をやらなきゃって勝手に頭の中が凝り固まってしまうと言いますか行政書士業務の中から皆さん探してしまうんですよね。でなんですけれども本来ビジネスって社会的な課題をどう解決するか,だから皆さんの周りで何かこう解決したい課題がないのかどうかっていうのをまず最初に探すべきでその中で多分行政書士業務って何でも使えるんですよね。 だからその多分皆さんが作りたいサービスの一部分が行政書士業務になるんじゃないかなと思うのであの研修受ける前に事業計画じゃないですけどあの、まあ、自分のやりたい目的とか計画それ作った方がいいんじゃないかなというふうにも思うんですけどど,どうですかまあ,ありです。 なるほどですねあの、まあ、実際そういう感じであの私なんか今あのこれから開業される方なんかにはお話しするんですけどそうすると結構言われるのがあのどの業務やっていいかがわからないっていう方多いんですけど、うん、これど,、はい、どう思いますああもうじゃああのややらないやらなないいければいいです いや <laughs> あの分からないっていうのはですね、いやいいですか、皆さん、これすごく大事なところです。うん、あの,あの後でもいろんな質問来るんでちょ、ちょっとあの外科的に言っておきますけど、えー、どの業務を選んだらいいですかとか、どの業務を選んでいいか分からない。うん、分からないならもうできないんですよ、行政書として。自分で この業務をやりたい。これならばいけるはずだっていうふうに踏んでやらないと。も,もっと言うと、その先にじゃあなぜ踏むかっていうと、社会が我々の,我々の支援を求めているかいないかなんですよ。で、例えばですよ、例えばです。宇宙の仕事やりたいっていう、宇宙の仕事やりたいって言ったて、我々に宇宙の仕事が来るわけがない。社会に我々にその宇宙の仕事を求めてない。まあ、宇宙ホームっていうのもあって、本家じゃないでするのはありですけど、社会に我々が求められてるところをやらないと、 そそもそも仕事なならないんですよでこの仕事やりたいこの仕事やこの仕事どうですかって,って社会が求めてなかったら我々仕事にならないんですだから、うん、好きなこととかどれかっていうよりも自分がこういう分野でやりたいでこの分野でやるときにどのところが社会として求め私たちに求められているかっていう考え方でいけばそんなのは自分たちでおのずからおのずから選択できるはずですから逆にですよ私が入会やったらいいですってじゃあその方入会やるんですか 違うでしょで、入管やるには入管やるなりの、そのやっぱりベースが必要なんですよ。で、ベースもないのに、じゃあ入管やったらいいよっていうのを勧められたらそのままうのみでやるんですかで、伊藤に言われてやったけど失敗した。それはなしですよ。自分で選んでくださいよ。で、選べないならば、行政出張やめた方がいいです。はっきり言います。だから社会のニーズがわからないならば、この仕事はできません。はっきり言います。できません。いいですか い,い,ですいやものすごいあれですねあの何でしょうねい一番この出だし15分とは思えないこう <laughs> んもう締めにかかったのかなという感じではありましたけれどもまだまだ <laughs> <laughs> まあ伊藤先生のこのパワーがねやっぱりこう事業者として大事だななんてふだ段も感じるところではございますけれどもあのまあ確かにそうですよね。 でまあ、そう選,ば選べなければやらなきゃいいっていうのはできないです。できないです、はい。なるほどですね。まあ確かにっていう感じなんですけど、でその社会的なそのニーズがあるもの。 じゃないと結局求められてないから仕事にならないというのはそれは本質だと思うんですけれどもあのその社会的なそのニーズをですね SNS とかで探す方いらっしゃるんですよでこれは大きな間違いで特にあのこの1年半ぐらいってやっぱコロナ禍であったのでなかなか営業しづらかったんですよねでそうなると何かちまたで補助金だとかあ持続化給付金だったりとか何かこう一時支援金とかそういう話ばっかり出てきてて あのそれが業務だっていうふうに思われてる方結構多くてですね最近あの開業された方ってでもちろんそれも立派な仕事なんですよなんですけれどもあの本質そこかなっていうのがあるのでちょっとあのいろんな方にまずは話を聞いてみるあのネットで探すんじゃなくてやっぱり課題抱えてる人から直接聞くと全然違う。 あの意見が出てくるので私も必ずサービス作るときってそこの業界の人たち集めてあのいろんな社長さんに意見聞くんですよねなのであのそれをまずやった方がいいかなっていうあの感じがしますあのそれでねこうフランクに話せばそこから仕事にもつながりますしねなるほどすはいというところでございます <laughs>、はい、で、まあ、開業についての質問がまあ結構あるんですが、えー、これ独立開業するとしたらまず最初に何しますかっていうのもあるんですけど、うん うんまあ、これちょっと、まあ、お答えしにくいところなんですけど要するにその人にとって必要なものを準備するとしか逆に言いようがないんですよね。何, <laughs> 何されますかとお,お金貯めるっていうのか本買うっていうのか事務所借りるっていうのが。はい あのだだってその人がその部分が足りないからそれを準備するのでさっき言ったその独立開業講座でもいいですしインターンシップ受けるでもいいですしあのそ,れやっぱりそれはちょっとこれ答えにくい忖度、うん、じゃなくてこれはちょっと答えにくいかなその人が必要とするものを準備するっていうことになるんだなるほどですねまあ確かにその人の必要とするものを準備するっていうのはまあその通りだなって感じがするんですけどあとはあ,のあれですねなんかこういろんな色に染まる前に 一枚白い紙、あの目の前に出していただいて、ちょっと自分の頭の中書き出してみるみたいな作業っていうのはあってもいいかなっていう感じがします。あの、まあ、いろんな方にいろんなあの先輩とかにいろいろ話を聞いたりとか、まあ、今日のこの講演会もそうなんですけど、あの私はこう思いますとか伊藤先生はこう思いますっていうことなので、あの全部が全部皆さんにとって当てはまるかっていうのは違うと思いますので、まあ、本当に一つ。 あの参考にしていただければという感じがしますけれどもね。はい。じゃあちょっと次行ってみますか。あのごめんなさい、あのいろんなご質問いただいてるんですけど、全部ちょっと触れられないので、あのちょっとかいつまみながらですね、行、えー、きたいと思います。画面が切り替わらないというですね、時に伊藤先生がつないでくれたら嬉しいっていう。じゃあちょっと違う話をします。あつないでる間にね。あの えっと皆さんよくあの行政、あで,あできました。あじゃあ、一つだけ。あの行政書士は食べられますかっていうよく話があって、行政書士が食べられるか食べられないかは、そんなのはそもそも疑問です。で食べられる人は食べ,られるし食べられない人はいつまでも食べられない。で一番大事なのは、行政書士の資格を取ったから仕事が来るわけじゃないということです行。行政書士に仕事はつきません。合格したからといって仕事がまずが来ることは絶対にありえないので、 さっきも言いましたけどね、仕事、私はこの部分の、こういうことを事業者の方に提供できますって、そのサービスを作らない、売るものがないと、お客さん買ってくれないんですよね。で、例えば、できますできますって言ったって、できますってあなた、じゃあどこまでできるのって、行政あじゃあ、じゃあ、ちょっとこれだけ話をさせてください。行政趣旨で、ね、3つできるっていう言い方あるんですよ、3つできる。で、3つできるのうち1つは権限がある。 行政書士として仕事ができる。例えば、えー、建設業の許認可の、えー、申請代行ができる権限ですよ、権限。2つ目、能力がある。来たら仕事として受けて出すことができる。ですよねこれは能力がある。もちろん能力があるっていうためには勉強しなきゃならないし、まあ、バカずを少し踏まないとあの本当にできるかどうか分からない。3つ目完遂できる例えば え先生これあと3日で切れるんですけど3日でえ参拝の許可切れるんですけどできますかって本当に初,に初級者の人は3日でなんかできます繊維をねで例えば少しやった人でも少しあ何回かやったけど3日でできるかどうか分からないだから権限がある能力がある完成できるってこの3つがあって行政書士で仕事ができるっていうのは皆さんこれ権限ですからね権限ではなくて我々は能力と本当に来た時にやり切れるかどうかっていうところまで考えて仕事を取らなきゃならないのであの行政書士を取りました食えますかっ愚問です 食べれるように皆さんが自分を磨くかどうか、きちんとお客さんと対峙するかどうかが本当のところで,で、それをやらない人はいつまでも食べられない。これは別に行政書士だけじゃなくて、ラーメン屋だって、司法書士だって、弁護士だって、すべて同じです。資格に仕事がつくんんじゃないんですよだから、資格に仕事がつか,つかないということを考えれば、じゃあどうやってお客さんにきちんとサービスを提案できるか、我々がどうやって取るかということなので。 だからそこは勘違い,しないんです、ね、行政書士を取ったからといって一切仕事は来ません。これ,はもうこれは明確なんです。行政書士だから仕事が来ることはないです。 そこが出発点です。いいですね。はい、じゃ、あやりましょう。<laughs> <laughs> <laughs> はい、いいですよ。いや,いや、初めてき、聞きましたね。はい、今の話は。はい、ありがとうございます。はい、で、まあ、あの、今、独立開業についてということで、あの、ちょっと触れていきたいと思いますけれども。これは、ちょっと、どの質問が。二つ目からいきまし二つ目がいいですか。うん、ええー、田舎の自宅開業と市内のオフィス開業の違い、よし、悪し。 えーまあ、あのエリアによってどういう違いがあるのかというご質問でありますけれどもこれ、どう思いますこれ逆に言うとさっき私言いましたね何をやりたいかで何をやりたいかによってオフィスを設置する場所が決まるんですよ。その当たり前じゃないですか で会社を相手にするならば当然ながらオフィス街ですよね。うん、で、えー、相続やりたいならばオフィス街に,に作ったって仕事なんか来るわけがない。それはたらやっぱり住宅街じゃないですか自。自分がどういう仕事をしたいかどういうふうにいい社会に関与したいかによって当然ながらその事務所のオフィスは変わります。もっとと言うと 田舎の一軒家でもそれは仕事によっても要すに農地だけを徹底的にやるならば田舎でもいいしでも田舎の一軒家にあるのに例えばですよあのどこって岩,、まあ、岩手の岩手の一軒家にあるじゃあ金,融金融業の強化できるかって言ったら確かにインターネットを使ってある程度はできるけどやっぱり来る申請するってなったら都会に来ないと金融業の仕事なんかできないじゃないですかだから自分がこういう分野をしたいからここに事務所を。 ええるんだっていうそういうううそ考え方ですで私の今上野にありますけどなぜ上野に、えー、事務所を構えたかというと新幹線に乗れて日帰りがでできるからですどこに行っても青森でも、えー、山形でも、うんえー、山口でも申請をして日帰りができる場所が、えー、上野だっただからそれは特に私は参拝を扱うことが多かったのであ絶対上野だと思って私は上野にいました。だからそれは、うん あの人によってどういう据え方をするかはその業務をどうしたいかあるいはもう少し言っとくと先に参拝で始めたけどやっぱり外国人やりたいなと思ったら品川とか向こうの方に据えるのがやっぱいいですよだからそれは業務がどこに近いかどういうふうにすると申請がしやすいかってことを考えればいいのでだからこれは吉橋ま支部はですね支部はちょっとねさまざま支部によっての色合いがあるのであの私福岡の支部は分からないのでお答えができないんですけどまあやっぱり入ってみるとしかこれ言いようがないですね。 いい渋、悪い渋ってあるんですか。<laughs> いや、あの相性、相性が合う渋、相性が合わない渋ってのがあります。なるほど。はいはい、なるほどですね。あの。逆に私、あの事務所中野に置いてるんですけど、あのお客さん、ほとんど私、私事務所に来ることないんですよ。で、まあ、最近なんかは、そのほとんどズームとかで、ミーティングして、で。あとはちょっと会食ベースで、あの、そこの企業の担当者の方とは、お会いしたりすること。多いですけれども、あの、ただ。 あのま,まだその世の中的にそのなんでしょう、ね、どこにいてもリモートで働けるっていうんですけど私がやってる仕事はやっぱり東京だからその取りやすい仕事っていうのが実は多いんですあのちょっと海外企業が日本進出する時必ずやっぱりまだ東京にオフィス置くんですよね。でそうすると東京のその資料をやっぱり探されるっていうのが実はあって、ま、それは、うん、まだっていう言い方してますけれども。 そうですね今東京で私がいる理由なのかもしれないなと思うんですけどこれ本当に例えば空飛ぶ車だったりとかモビリティが変わると地方にこうちょっと遠隔だったりとかそのまあ例えば群馬とか栃木とかって、まあ、東京にねすぐ電車では来れるんだけれども東京の会社の人からするしてみるとああそうか群馬かとかねでも群馬が悪いとか言ってるんじゃないんですよ悪いとか言ってるんじゃないんですけどもあのそういうふうに思ってしまうんですけどそれも 多分距離の問題なのであの実はあリニアがこう走るとか空飛ぶ車ができるってことでだいぶ環境は変わってくるのかなという感じがあします。えーまあ、今伊藤先生が、ね、こう自分がやられる仕事によって当然地域っていうのは選ぶべきだっていうことだったんですけどもあのまあそれはそうですよね。あの地方である仕事と都会である仕事って若干違うかなというふうには思います。あととはでも今インターネット使うと、うん 何でも仕事取れちゃうっていうのがあって、あの私の知り合いの先生とかえ、栃木のね、本当にその車で行かないといけない、あの電子あののなんだろうね駅からもすごい遠いところに事務所構えてるんだけど、もうネットだけで集客して、ネットだけでお客さんと対峙して、でそれで売り上げも結構いい金額いってる、あのそういう先生もいらっしゃるかなという気はします。やり方次第かなという感じはありますけどもね。でもちょっとこれだけ言いたいんですけど、あの ただ、昨日も実は結構いろいろ全国行政書士の方がですね、ちょっと集まって、そこであの話しさせてもらったりとかしてたんですけれどもあの、定期的に情報を取りに来るっていうのは大事かなと思います。あのずっと例えば島根だったら島根にずっといらっしゃる方っていらっしゃるんですけど、やっぱり場所変えると。 吸収率当然上がりますもんね。これは別に東京に来てっていうわけじゃないんですけれども、情報があるところに行ったほうがいいと思いますので、あのそれは1か月、2か月周期でやっぱり行くっていうの癖があったほうがいいかなっていう感じはしますよね。あ、やばい。ちっしょ。じゃあ、えっ、ー、と、他のご質問でいくと、これがいいですか。開業時の業務の選択の仕方 えー、何でも受けるべきかどうかという、えー、ご質問でございます。あちなみに今日、でも、あのー、開業されていらっしゃる方ってどれぐらい会場いらっしゃるんですか知ってる顔も結構多いんですけど。じゃあ今年試験受けられてこれから開業するかもっていう方はどのくらいあ三3分の1。じゃあ大体その、まあ、開業してる方とこれからっていう方が。うんあ まあそれぞれという感じなので、まあ、ちょっと独立会業について前半の方で触れて、そこからあのまあ開業されている方のご質問とかにもちょっとお答えしたいなというふうには思いますけれども、えー、まずじゃあ、ちょっと業務の選択の仕方なんですが、はい、これはこれもどうですかこれもですね、すねすあの極めて簡単なんです。でき,<え>できるならば全部受けた方がいいです。で でききなないいいらば選択した方がいいもうあのそれにつきますで私はどちらかというと来たものは全て受けてた派です全て受けてた派で、えー、大変な思いをしましたまあ,あそれがためにだからあの自分を鍛えたっていう部分もあるんですけど。 でこれはお勧めしませんあのすごく大変なのとやっぱりリスキーなんですよ。うん、すごくリスキーなんです。で、まあ、その頃はまだ、まあ、私は今開業して25年目になりますけど、25年前の行政書士会ってすごくこうの,のんきな業界で先生よろしくねって言ったらそれからもうあの1週間ぐらい何もしなくても,こうなもう連絡も来ないぐらいの、まあ、先生にお任せぐらいのそういうところがあったので割にこう、うん、受けてから勉強することができた時代ではあったのかな,、うん、かなと思います。まあ、それでもそれでもリスキーだと思います。でだからこの回答は 受受受けれるな受けけ,受けらら、らら、れれるるなな全部た方がいいです。私はお勧めしません。でも,う一つもう一つ言えるのはどの分野でもいいからじゃあこれをやろうと建設なら建設って思ったら私は建設専門ですって言える一つの分野があって、まあ、それをホームページのホームページに掲げてそこから芋づる的芋づ、まあ、る的というか、うん、じゃあそこから参拝に広げたり建築士事務所を広げたり運送業を広げたりっていうふうに一つの核があってそこから広げるっていうふうにした方があの営業がしやすい。 でそうしないと何でもかんでも全部営業するでしょあのいわゆる保険会社に行きました、じゃあ今回は弁護士事務所に行きました、今度は参拝の業者に行きました、建設業に行きました、でも,もう何やってるかわからない。参拝なら参拝で徹底的に参拝なら参拝を行く、宅建なら宅建で、宅建の分野を徹底的に営業するって、一、まあ、回やってみる、反応がなかったらあどうもこれ合わないかも、じゃあ建設は建設やってみるっていう、その分野をある程度絞ってこう集中的に自分のお金を投入しないとお金はすぐなくなっちゃうので、効率、営業効率から言っても、私は分野を絞って、 そこからこう派生させるっていうう方が効率的だと思うでやるならやるでい,いきなりですよいきなりスタッフ10人雇とってもうどの分野でもやりますってできるならばできるならばやったほうがそれはできるならばですよでも大変だと思いますなるほどあの伊藤先生じゃあ開業された時に一番最初にじゃあこれって集中してやった業務って私も入管ですねあ入管はい、はい 入管をやり、あのこれだけお付き合いやってもですね伊藤先生って何が専門なのかよくわからないなって感じがあるんですけど<笑><笑>あのなんか全部専門みたいな、ね、感じがするんですけど入管分野以外もあの、まあ、幅広くやられると思うんですけど、はい、入管もやりど,うこうどんどんこうターゲットを絞ってこの業務やってこの業務やってって次々に行くっていう感じなんですかえ 今は私はうちの,ううあの妻が行政指をやっていて入管に特化しているので、まあ、来た分はその彼女にはあの渡してるんですけど、うん、私はほとんど去人が全部やってます建設、宅建、風俗、運送、えー、参拝と、えーうん、いうのはほぼほぼやっていてで新しい分野があればそれをこうあこう広げていくというやり方をしています。で あのスタッフが何人かいるので、いやいや君はじゃき君は建設専門で、じゃ君は参拝できたら君は風俗でという形でそ、それぞれの担当者に専門家をさせて、私が受けて、基本的にはその作る方はスタッフに任せるという形でやってる、うん、まあなんとかかんとかできるなるところですねな。なるほどですね。あの多分行政書士の業務って、あの展開していくときに、今、あのスタッフさんのお話で出てきたんですけど、スタッフの教育って、多分すごく難しくて。 自分が経験したことない業務スタッフにいきなり任せるっていうのがなかなかやっぱりできないんですよね。なので一旦自分でその法令、根拠法令とかも全部こう読んだりとかで一回手続きやってでまあ、1回の申請だけだとわからないので何回かこう繰り返してマニュアル作ってスタッフに落とすっていうことを実際こうやらなければいけないところが結構あるのでそうすると。 どんどん大きく法人をしていくっていうのはあのもちろんそういうふうにやられている先生方もいてすごいなと思うんですけれども難しいですよねす展開としてはね。まあなるほどな、まあ、でも業務の選択の仕方としてはそうやって一個ずつあのターゲットを決めてやってでスタッフに振ってそして次の業務にこう展開していくっていうのも一つはありかなっていう感じがしますかね。うんうん、あなるほど あと、あの私はどちらかというと、その個別業務をこう見ていく、その建設とか、宅建とかって見る前に、一本、その自分が関わりたい分野の軸ってないかななんていうのを探すんですよね。で、私が結構、その興味あるのは、あ新しいその行政規制とかに興味があるんですね。えー、ですから、もう昔からこうやってる業界とかだと、 建設業をやられてる先生入管業をやってる先生いっぱいいらっしゃるのでその先生方に私実は結構任せててで私はその新しい法規制例えば民泊の規制が来たとかドローンの規制が来たとかそういうタイミングであのじゃあそれを法令全部読んで最初に取っかかってみようかなっていう選び方をあのしてますなのであのどの業務というよりかはそうやって新規分野とかそういうのを決めてやってたりとかするかなって感じがします さあ,じゃあ次いいいすすかかねはいはい、いきまさて、えーまあ、独立会業についてたくさんのご質問を、えー、いただいておりますけれども、えー、こちらはど,どれがお好みでございますか<笑><笑>うーん,、うん、そうだなぁ。うんあ ああまあ、この辺で言いましょうか行政書士の起業って事前にコネクションがないと厳しい 行政書士事務所の起業事前にコネクションがないとどうかっていうことですけどあのまあ、私はなかったですあのよくなんかこうコネコネもないし,ないしお金もないし、えー、そんな中私開業しましたみたいななんか情報詳細的なねあのストーリーを語りたいわけでも何でもないんですけれどもあの私はなかったんですけれどもあのなかったので作る にはどううししたたらいいだろうって考えましたでその時私23で登録したんですけれども23歳でで親も別に資料やってたわけでも何でもないしどうしたらいいんだろうなと思った時にあの、まあ、このレックさんという場所があったので,で私はレックの講師を10年間その当時やってましたでその10年間やってる時に何してたかっていうと例えば あの実務家講座とかで伊藤先生にこう頼みに行ったりするっていうのがあるんですけどこれは講師が普通はやる仕事じゃなくてベックの,あの営業担当とかですねあの社員が行くんですけど私当時行ってたの覚えてます私当時いろんな先生のところにあのミーティングしに行ったりとか実はしてそれであの実はお話聞いたりとかですね あ人脈も作ろうってなんかレックで講師やってますっていうとなんかちょっと会ってくれる人もいそうじゃないですか、はい、あそれでですねあの結構あの実はあの人脈作っていったっていうのは、えー、ありますけどねあとは結構受講生の方もいろんな方が受けられてたので今となってはその10年講師やって多分56,000人私あの見たんですけれども おその中の人がいまだにいっぱいあのお付き合いさせていただいててあそれは良かったなという感じがするんですけれどもあ先生どうですかそのコネクション作りっていうのは。えとですね、コネクションは基本的には、まあ、なくてもできる。 なくてもであ、うん、ですであのこれはそのお自分が生まれ育ったところで開業するか東海、えー、で開私は北海道出身なので北海道で開業するか東京で開業するかの差は実は大きいと思います。というのは私は北海まあ全く考えなかったわけじゃないんですけどあのこう開業する時どっちでやろうかなと、まあ、私は入管をやろうと思ったので多分これは東京でやるべきだろうなと思って東京で始めたんですけど北海道に帰れば帰ったで実はあの私の同じ高校の同級生が何人か そういうもういも社長をやってる人、私は34で開業したんですけど、うん、うちの仕事やってくれよとか、ですねあの高校の同級生とか大学の同級生が、あまあ、特に特に高校ですね特に高校の同級生が、うちの仕事やってよって言って、まあ、田舎に帰れば帰ったで、そういう高校の同級生のネットワークで仕事はかなり取れるんだろうなって言って、一回つながってしまって、おなんか伊藤はどうやらそういうのやってるよってなるこう相続の仕事とかがこうつな、うん、がってくるっていうのは部分的にはあって、田舎の強さってやっぱりそういうところなんですね。だっっっってて私はややぱぱりり感じるのやっぱり高校の同級生ってすごく つながりがり強いまあ大学もなくはないけど高校の時ってやっぱりすごくうまあ密な付き合いをしてるので高校の同級生大学の同級生ってのはやっぱりすごくあまあネ,ネットワークとしては多分大きいまあそれは同窓会とかに行って、うんえー、少し仕事を広げるっていうのもあるあと私が徹底的にやったのは私は台東区ですけど台東区のつながりの中でつながれるものはもうとことんつながって、えー、例えば合唱団に入って、えー、そこの人に名刺をまく、えー、合,合唱団入ってたんですか <laughs> まあ将棋の会なら将棋行ってそこでまあ名,刺名刺を巻きながら将棋させながら名刺を巻く英会,会話のサークルがあったら英会話をやる横のサークルがあったら横に入るってもうと,とにかく自分の体の時間のと体力が続く限りもう片っ端から会いに行ってサークルならサークルで会いに行って話をして「伊藤 <laughs> さん何やってるの行政書士です」行政何やるの?」っていうところからまあ飲みながらとかね飲みながらとか歌いながら少しずつ少しずつ地元の地元のお客さんを、まあ、作っていく、まあ、作っていくっていうのかなもうそれい,ついつの間にかお客さんになってるいる な,な,なんかこう、うん、仕事を下さいって言っても嫌らしいや自分が,楽し,ながら楽しみながらやってるうちにあなんか同じ仕事任せるならあいつに任せてやろうって言って仕事が来るっていうのが、まあ、地元密着とは私あんまり地元ってあ,あの考えてないんで結果的に来るんですけどねなるほどそういうのやり方で広げるのはあるそれあの地元のねなんか経営者つながり増やしてくるとかってすごくわかるんですけどあの中高の同級生とか。 どえー、仕事になることってあります？めちゃめちゃなります。あ、いや本当ですか？未だにきますから北海道から、えー、こ年こやるからやってくれよって私を喜で仕事に帰るんですよ。まあ相続なんかもそうですけど、うん、あのー。 今なんかつい最近もあれですけど、あのー、なんだっけ、キャリアアップシステムの登録、うん、あの札幌の業者でしたけど、札幌の同級生の業者がやってくれって言われたんで、こっちでやって、あのー、返したっていうのもあります。未だに来ますよ、高校生、大学生って。でだから年賀状とかそういう時には、もう必ずきちんきちんとこう出して、あこういうこういうのやってますよっていうのもあるし、やっぱり同窓会とかそういう同期会とかがあったら、あのー、極力、やっぱり顔すまあ、これ仕事のためにって私はあんまり思ってないんですけど、うん、みんなに会いたいから行くんですけど、会ってる会ってるうちにその前にか仕事が来るっていう、そういうサイクル。なんかの 仕事仕事ってやってるとどうも何かあのそこが浅い感じがしてみんなに会ってるうち勝手に仕事が来るっていうサイクルがいいのかなとは思ってまあでもやっぱり仕事ない人はやっぱり仕事欲しいのでね仕事やっぱりどうしても欲しいのであのこんなやってるからないかったら声をかけてねっていうぐらいがちょうどいいかなと思って。言っても ただ知り合ってればいいとかあの友達じゃないんですよ人脈ってっていう話をよくするんですよね。で、まあ、中高の同級生でいや私は逆にあのなんか中高の同級生から電話かかってくると何か相談なのかなと思って出ると大体男女トラブルとか <laughs> まあそっち系なんでいや私そういう仕事じゃないみたいな感じで、まあ、弁護士の先生をつなぎしたりとかあるんですけどあんまりないんですよね。であんまりないっていうのは何かっていうと、えー、経営者が少ない。 ですよあの、まあ、同級生で経営者がいっぱいいる団体だったらいいと思うんですけどあの多分ですけど僕の中での人脈って経営者のつながりなんですよねこう仕事上もプライベートもそうなんですけどまあ、プライベートも結局のところ、まあ、経営者の方と仲良くなっちゃうって感じはするんですけど。で 例えば私なんかいろんなビジネスに関わってて先生どっから持ってくるんですかってよく言われるんですけどあの1人なんかこう若手のスタートアップのキーマンになる人とか見つけるとその方に絶対他の起業家とかもついてたりとかまあ同じなんかこう資金調達の仕方してたりとかであの大体こう集まってるんですよねその世代の人たちって。でそうすると次々にこう紹介してもらえたりとかまあそ一緒にスポーツやったりとかっていうのがあるので。 あの一人キーマンになるような経営者捕まえたら、うん、もうそこからがまあ人脈って本当にあのできていくのかなっていう感じはするんですけどね。はいありがとうございます。じゃあ、えっと、ろそろそろじゃあ会場からちょっと移りたいと思うんですが。はいはい、じゃ業務ですかね、ええ ちょっとざっくり飛ばさせていただいてごめんなさい、あのいろんなご質問いただいてたんですけど、全部答えたかったんですけれども、えー、業務についてということで、えー、ございますけれども、あこの辺からまあ、結構ね、いろいろ鋭い質問も出てくるんですかね,ね。あのあののちららって見たなんか 行政士会の問題点は課題はというのはずっと後ろのそれは伊藤先生に振ろうかなと思ってたんですけどでいいすか確実に炎上しますけどね大丈夫ですじゃあ業務についてということでございますけれどもこれも伊藤先生ターゲットにしたようなご質問もそのペットホームとか ADR とかっていう話も出てきてますよねそれよりも2番目からいきましょう2番目はい 行政書士と他の事業の協業についてということで、まあ、これも大事ですよね、他事業との連携ということですけどこれはどうお考えですかこれはですね、特にあの同じ、まあ、市区町村、あるいは区の人に徹底的にまずは挨拶すべきだと思います。で、あのー、そういう先生からの仕事って本当に来るんですよ、いい仕事が来るんです。特に税理士、弁護士の先生はあの、いい仕事が来ます。でそこはやっぱりこう、あのー、躊躇しないで あのしました開業しましたのでご挨拶に来ましたって言ってあの同じ区なら区内の先生徹底的にまずはあのごあいさつすべきだと思いますで行政書士って本当に行かないんですよ本当に行かないんですよで私はもう,もう全部全部回りましたよ弁護士弁護士司法書士社労士弁理士税理士全部全部回りました全部全部いい一番待ってていやあなたが来たのが行政書士って初めてだって言われたのもあるし新人のやつに行けよって新人の同じ,同じ支部の中に行けよって言ったらその先生が回ったら あのもう何年ぶりかに来たって言われることが多くて本当に本当に行政処置って行かないんですよ。本当に行かないんですよで行ってごらんなさいよ行ったらですねゼルシの先生なんかうって言ってあ先生何できるのあ,あのひとまず人取りできますあ改善説できる今ちょっと忙しいからやってよ行ったその日のうちに仕事になってこれはそういう忙しいたまたまその先生が忙しかったからっていうタイミングもあるんですけどそういうことってすごく多いんですよ。で実は誰に振っっててかかかわらなかったりもしてるんですで 修行の挨拶ははこれは本当に仕事に、まあ、仕事のためじゃないんですけどお互い様なんですよね。あのこっちは難しいことは先生に一緒に振って一緒に協業するための仲間なので仕事を取るために行くんじゃなくて一緒にやりましょうよ一緒にやりましょうよっていう形でご挨拶に行った方がいい。でできるならばです、ね、同じ世代の先生をあのど,のどの侍業も23、うん、人,人捕まえておいた方がよくて、うんまあ、私は今60ですけどあの、まあ、私は開業者の先っき35って言います。同世代の先生とこう一緒に成長してていいくっていうよう に考えたらよくて私が34の時に開業したときに67兆の先生捕まえても、それは早くなくなっちゃうんでいや、せっかくだって、<laughs> せっかくネットワークを作って、その事務所とつながっていっても、先生がつながったて切れちゃうので、まあ、極力だから同じこう世代の人と一緒にこう成長していくって、2、3人、同じくなら2、3人、そういう、うん、先生をこうお,こうお互いにこう協業していって、で本当に本当に振るんですよ。振るっていうか、一緒にやるんですね。こう難しい仕事がしたら、ちょっと先生、今回の相続難しいんで、ちょっと一緒にしてて,ってもらえますか、税理士の先生で。 私だけ私はもうトラブル扱えないので弁護士の先生一緒にお願いしますって一緒に連れて行って協業するあるいはその弁護士の先生に言ったら私たちも一緒について行ってそこできちんとお互いに協業するという形で、まあ、お互いにこう、えー、と弱い部分を補い合うという形、まあ、それ仕事をくださいというよりは一緒に仕事をしましょうという形で連携をしていくというのはこれでも実はすごく大事です私たち全部扱えないので,、ね、でそういう先生と付き合ってるとそれでちょっとこれでいい,い,いですか税,税務の先生ちょっとこの法人税のこの分分からないんだけどこれでいいですかああそれでいいよって言えば裏付けがあるしあ,あ これ以上難しいなと思ったら、じゃあ、税理士の先生のところに連れて行きますね、でいい話なので,で、そこはやっぱり私たちが補,い補ってくれる先生をきちんとこう捕まえておくっていうのは、お互いにネットワークで作っておくっていうのは、すごく行政書士にとっては大事なことだと思っていますなるほどですねあの、えー。でも本当にそうですよね、あの税理士の先生とかすごくたくさん行政書士業務持ってらっしゃるじゃないですか。だから、ね、本当にご挨拶行ったそのタイミングでお仕事をいただけるっていう機会っていうのは、確かにあるなっていう感じは。うん ありますけれどもであと同世代の資料の,の仲間とかっていうのも確かにいいですよね。やっぱり自分と感覚が合うようなあのチームじゃないとなかなかこう,うまくいかないなっていう感じがするんですけど。 あのこれ多事業の話も出てきたんですけど、これ実は行政書士の横のつながりもすごく大事で、あの行政書士の業務って幅広すぎて、ですね全部カバーすることできないんですよね。で例えば、今日来てらっしゃる方もあの知ってる方、結構いらっしゃるんですけれどもあ、じゃあ、例えば金融だったら小倉先生とか、あの名前を挙げちゃうとまずいんですか、これは分からないですけど、相続 <laughs> だったらね中村先生とか新井先生とかねこういらっしゃったりとかしますけれども、ね、あ入管だったら、いらっしゃる先生とかね、名前言うなって感じですか。あ <laughs> <laughs> あのまあ そういいううう感じででであの振り合うっていうこととが結構できたりとかすするんですよねだからそれも一つありかなっていうのとあとはちょっとトリッキーなやり方としてで私が結構やるのがあの自分で会社を自分の会社あの株式会社作った時のその顧問であの結構大手の弁護士事務所とか私入れるんですよ。うん、でそうするとその顧問先のその弁護士事務所から結構情報 抜けたたりりととかかするっっていうのもあったりとかねその税理士を自分のところの顧問でつけるとその顧問税理士だからあの逆にあのそっちが持ってる行政書士業務を振りやすかったりとかするので仕事結構持ってそうな先生を顧問につけるっていうのは結構ありっちゃありなんですよね。 まあそういうのを実はやったりとかします。だからなんか全部自分で抱えようとする人いるんですけれども、あの、まあ持ち合いは持ち合いじゃないんですけど、せっかくやってくれる人がいるので、どんどんこうアウトソースするっていう考え方でもいいのかなっていう感じがしますけどね。はい。じゃあちょっと他のご質問もいろいろございますけれども、はい、どうですか、このページの中で気になるのは。うんうんとじゃあ、しっかり稼いでいくために必要なスキルとか、これいきましょうか。 もうしっかり稼いでいくために必要なスキル、スキル,スキル心構え,え。じゃあ、一つ教えてください。<laughs> あのですね、えーはい、少なくともきちんと世の中の流れを掴むということ、はい、新聞を読むっていうことなんで,すで、これはあのネットニュースじゃなくて、きちんと新聞を読むっていうのはやっぱすごく大事なことで,で、世の中がどう流れてるから、ららどう流れてるからあのそっちを向いてやろうっていう。あの逆にあのの逆に 別に私はあの行政処置を稼げ,稼げる仕事にしたいと思ってないんですけど、まあ、それできちんと生活ができれば私はいいと思ってるんですがあの世の中の流れと逆方向の仕事をやろうとするとそれはやっぱり苦労するんですよ。で世の中の流れにこう乗ってその仕事をきちんと取ろうとするあるいは提案しようとするとそこはやっぱり仕事としてすごく楽になる。で 何が言いたいかというと世の中の流れがどっちに動いているのかというのを的確につかまないと営業したってそれは全然あの非効率になるんですだから何が今何が求められていて何が必要なのかっていうのをやっぱり徹底的にそこはお金をかけてもいいので、えー、情報収集する必要があるっていうところがすごく大事なところかなと思います稼いでいくために必要な、えー、心構えなるほどあでもまあ情報収集アンテナを張っておく、はい、っていうことですよね であの昨日たまたまうちの元スタッフであの、まあ、伊藤先生も知ってらっしゃるあの方なんですけどあのちょっと久しぶりに会って喋ってたんですけどで今ちょっと総務省の,あの、まあ、外局みたいなところにいるんですがあの、まあ、このコロナの間でなんかこう意識変わったこととか何か変化ってあるっていう話をしたらあの何が本当なのかっていうのが本当に分からなくなりましたっていう話をしたんですよね。 要するに新聞に書いてある情報が本当なのかどうかこれを見極める力も大事だっていう話をあの実はしてました、まあ、伊藤先生の話と通ずるところはあるんですけれどもあのまあ新聞とかメディアってやっぱり何か意図して発信をしてたりとかしますしじゃあそのメディア取材しているソースはどこなんだっていうのを調べてみると あ結局ね、その財務省から情報を取ってるだけじゃないかとかって思ったら、財務省のページ見た方が早かったりするわけですよね。で、だから我々はどちらかというと、あのまあ、メディアに出るよりも早くですね。 あのその省庁のホームページだったり省庁の資料を見た方が実は情報は早く抜けるっていうところがあったりとかするであので何を根拠に何をエビデンスに自分がですねその情報を発信できるかっていうのはすごく多分大事なところだなと思います。で伊藤先生がねこうメディアをこうずっとこうクロールしてるというかもう,、えーね、こう人間なのかなってぐらいですねあの毎日全,、えー、全紙面見てますよね多分。 で全紙面見て伊藤先生が気になったですねあの,あの情報とかピックアップしてあげていただいたりとかもあのしていただけるんですけどもあの、まあ、そういうのを見ててもわすごいなと思いながらその第一次情報というかねそこをさらにこう深掘りをしていくことができるか否かあの多くの資料の方私見てるとやっぱそこで止まっちゃってる方多いようなあ気がしますので、まあ、ぜひなんかそういうあのさらにこう見ていくっていう。あの のが必要なのかなっていう感じはしますけれども。そうですね。しっかり稼ぐために、えー、まあ、その営業頑張るとかっていうのはもちろん大事なんですけど。その前提としての知識。これが、こう、どう吸収していくかっていうところなのかもしれないんですよね。うん、はい。ありがとうございます。<あ>じゃあ、もう、もう一言言っておけば。うん、あの、こう、行政書士だからって、その許認可とか。民事っていうに含まれ、うん、それだけじゃなくて。 例えばやっぱり経営とか会計とか、うん、あのそちらの知識は絶対に必要ですこれから、まあ、ちょっと後半少しそうなるかもしれないんですけど絶対にこれから必要なので許認可だけで食べましょうというよりはもっとあの会計分野や経営分野っていうところの少しこうあのこれは私の私の見方ですけどこれからこう単一で許認可だけであの、まあ、私は行政書士以外にもいいろろやってるのでそれを感じるんですけどやっぱり会計がわからないとそもそもそういう例えば補助金だったりそういうものが全く手が使えない。もうもっと言うと 許認可だっって会計かからなかったらななたそそもももあのコンサルもできないで経営が分からなかったらなぜこれが必要なのか。よくうちお客さんが来た時に先生、これやってくださいよってこれどうしてやる必要ありますってこうこうこうであそれならやめた方がいいですよこっちの方がいいじゃないですかとかいや逆に今これやらない方がいいですよって逆に私、許認可の仕事とかあのこう返しちゃうケースがあるこれ今の御社だったらこれやらない方がいいですってでそれだって経営は来るからじゃないですか。で 会計と経営がわからないと行政手でこれから成り立たないという部分、私は私はそういうふうに考えているので、うんえー、単に建設業ができます、えー、入管業務得意ですというのではなくて、もう一歩先の、えー、会計、えー、経,経営というところの部分がこれから求められてくるだろうなとはちょっと感じています。なるほどですね。あの 今の話聞くと何から手をつけていいのか分かんなくなってしまう方もあのいらっしゃるかなと思います <laughs> けれどもあのい,いいですかね会計士の資格講座取れとかあの中小企業診断士の資格講座取れって言ってるんじゃないですかねあのレクさんに付託はしないですよ。あのそれしないんですけどもただ何でしょうねあのその顧問の税理士だったりとか優秀な資料の,の先生周りにつけてて でお客さんと一緒に行くと結構その人のしゃべり聞きながらの勉強になることっていっぱいあるんですよ。だから全部本から学ばなきゃいけないっていうよりかは実地でやりながらそういうのって身についていくと思いますしあと経営者の方とねいろんな話してると経営っていうのもだ,だんだんこう馴染んでくると思いますしで今伊藤先生の話っていうのは何かというとあの行政書士でただ許認可手続きだけにフォーカスしてる人ってこれから多分仕事 なくなりますよっていうあの一つのおまあ、そこまで行きていいのかどうかわかんないですけどあのそういう話じゃないかなと思っててあの総合的なちょっとコンサルタント的なあの立ち位置っていうのを目指して、えー、目指すべきだっていう、えー、お話かなというふうに、えー、こう理解をしておりますが、はい、大丈夫ですか、はい、その通りです、えー、はい、はい、じゃあその次行きましょうかね まあ、そうですね業務についてというところであのー、結構私これ聞きたかったんですけど、はいはい、伊藤先生がこの一番冷や汗を書いたなんか実務の失敗談私聞いたことないなと思って冷や汗とか書いたことあるんですか失礼な言い方します、えーえー、いや。まあ,あのえー、<laughs> えとですねあのこれはこれでまあ失敗ないことはないんですけどすごく大事なのは決、うん 決定的ななな失敗をしないって大事なんですよ要するにこうあこれやっちゃったらこう事務所を廃業しなきゃならないっていうようなそこはやっぱり見極める必要は絶対にあってでこれこれ誰も教えてくれないんですよねでそれやっぱり決定的なあこれやったらもうあ事業をやめなきゃならないかなっていう失敗は絶対にしないっていうふうにまあすることが大事ですよねまあ冷や汗をかいたこと日汗をかいたこと言 はい、ありますけどね。まあ、なん、なん、だろうな。<ぼ>あ,あ、なるほ僕、今一個思い出したんですけど。はい、冷や汗かいたの、はい、あの。はい 深夜酒類提供の届け出ってね、あのバーとかそういうあのお店を出すときにですね、取るやつなんですけど、あの新宿の歌舞伎町でやりたいっていう方だったんですけど、ちょっとね、こわモテのお客さんだったんですよ。で、当時のうちのスタッフにあの任せて、図面とかこう引いてもらって、で、お客さんと一緒にあの新宿所に行かないといけないので、新宿,新宿所にですね、あの一緒に行ったんですけど、あのその図面持ってね、行ったんですけど、 あの当時のうちのスタッフがあのなんでしょうね測るレーザーの機械あれなんかあの3倍にする機能ってあるじゃないですかあの要するに1メー,ターなのが3メー,ターみたいな3倍する機能がなんかついててでそれで何か知んないけど全部3倍してあのメーター出して。<laughs> 図面引いてたんですよ僕がそれをチェックしなかったのが悪いんですけどあの実際にそれはあの新宿署に出しに行ってそこの警察の担当の方もねあの大体このビルのこの箱はどのぐらいの大きさだっても新宿署の人だって知ってるからこんなに広い箱ありましたっけって言われたんですよね。 あの僕も一瞬だけそのお店見たんですけどあの30平米ぐらいなのに 3×3、ね、だから90平米ぐらいになってるんですよね。<laughs> トイレとか測ってる時に気付けると思うんですよね。<laughs> 1m が 3m ってなったらわかるだろうと思うんですけどあのそれを言われた時にこれ全部,全部3倍されてるかもなって思いながらもあのお客さんめっちゃ怖い顔してこっち見てるんですよ。さ、うんざん待たされた挙句お前図面間違えてんじゃねえだろうなみたいなですね。 うん、でもね間違っても間違ってますからねすみません、えー、3倍してましたって言ってですね <laughs> あのそれでもう一回あの測り直しに行ったっていうそれはすごく冷や汗かきましたねまあこういうことありますよねただリカバーできるというか誤、まあ、りましたけどはいまあ、そういうのはありましたけどどう,どうですかあのそうですねえっとマタチかなんかの風俗、うん、私もこれ風俗でえっと1回2階建ての風俗でであの10年 だいぶ前にこう出したやつで通ってる案件なんですね通ってる案件で経営者が変わるのでこのこの,この通り出してくださいこの通り分かりましたじゃあこの通りなんですねもう一回全部測り直して1回2回のやつ出して、えー、持ってったら警察がなんかこうえー、これ通せるのかなみたいなこうこうこう。こうこう こ,う繰り返しこれ前撮ってますから、はい、そうそうねって言って風俗って警察が終わった後浄化協会の人が見に来るんですけど、うん、そうするとあの1階2階の時にこう取り扱いが実は変わっていて前は前はこれで通ってあこれそうそうこれ何年前まではこれで撮ったんだけど今は1階と2階別許可でなおかつこれ今回の許可だって1回しか出せないよっていう話になっちゃって。でお客さんはで,で 逆切れって言うんですか、ね、私はだってその通りやってくれとかその通り出したけど、でまあ、取らないわけですで。結局だから1回と2回と別々で許可出し,出し,出し直したんですけどね。お前、専門家なのになんで間違えるんだってだ。だってその通り出してくれってことその通り出したじゃないですか。お前だって分かるだろうって。いや、分かるのか分からないのか。で、その時には1回半分返して、もう,もう確かにこう1回はでき取ったけど、2回があのもう1回やることになったの後で遅れたんで、半分返しますから、じゃまたくださいねって言いつつ、やった時にやっぱりちょっと冷や汗かきますよねあの。取り扱いが変わってるっていうのを、 ななかなか簡単にこう見抜けないというかとやっぱりとことん勉強してないと見抜けないところが多々あってそういうところ、まあ、巨人化ってあの常に常にそういうのこう,こうあるんですけどね。 やっぱりね、なんかその後なんかこう、何か言われそうだなっていうのもありましたね。<laughs> やっぱね、そう、まあ皆さん、実務やられた方はね、あのその冷や汗せ書くような経験って皆さんされてるとは思うんですけれども、その乗り切り方とかね、そう、リカバーの仕方っていうのが、すごく大事になってくるのかなっていう感じではありますよね。じゃあちょっと時間もあれなので、はい、ちょっと次、どうですか、質問<さ>について。<さ>ん まあど,れどれでもどれでもですけど、次いきます。ああ、これいいんじゃないですか。一番上で。一番上。はい、えっとあ、これでもなんか、あそうか、その資格取得、行政書士、まあ今年合格された方とかが、あの他の資格とかもねこう取得した方がいいのかどうなのかっていう話、うんまあ、よく聞かれる質問ではあると思うんですけれども。はい

地方の方は少し考えた方がいい部分があって行政書士以外にもあの取った方がいい地域はあることはあるのでそこはよく考えてください。で私は北海道でやろうと思った時は実は土地価格調査士を取ろうと思っていて、まあ、あの測量資格まで取ったんですけど、まあ、結局東京でやることになったのでそれはやめたんですが土地に、えー、とその地域によってはあの取った方がいい資格っていうのがあります。で あのレックさんに別に、あのーまあ、忖度とかするわけじゃないんですが、資格勉強はするだけ得です、どの資格も得です。うん、で、私、結構実は聞いててですね、えー、司法書士、えー、社労士、えー、FP、中小企業支援士、実はこれ全部聞いてるんです、あの講座で。 で聞いてると資格を取らなくても、そこのこう,あこういうこと扱うんだなとか、こういう仕事なんだなっていうのがこうぼんやり分かるんですよで、えー。うちの妻、さっき言ったように社会保険のものを取ってるので、来た時には全部彼女に振ればいいのであって、自分がやる必要もない、さっき言ったネットワークの話ありますよね。ネットワークで、えー、自分ができないところ、あ、これ、登記だから、じゃ消費者者者に振ろうって振ればいいだって話でも、消費者さんと土地区消費者庁の,の区別ってどこにあるのとか、税理士さんってどこまで物う、えー、分かってるのっていうのを学ぶ上においては、 あの資格勉強、ま資格は取らなくていいんですけど、まあ、逆に地方、さっ,っ地方で必要な資格はありますよっていうのがあるんですけど、資格勉強することは決して無駄にはなりません。絶対これは無駄にならない。あのま、学んでるだけの利益は必ずあるので、うんえー、時間とお金の許す限り、学んでお、えー、かれたら私はいいなと思っています。確かにに私私ももそううだなっって思うんですけどあの例えば私もその行政書士取った後に あのその企業のコンサルをやるにあたって契約書もある程度レビューとかしなきゃいけないんですけど契約書ってやっぱり弁護士の先生だとあのよく行政書士には契約書は見れんよっていう人いるんですけどあの何でしょう半分正解かなっていう気もしててっていうのもその民法しかやってないんですよね行政書士ってねでその後のその民事執行法とか民事保全法とか民事訴訟法とかその辺をやってないのでなんかゴールが見えてないなんかこう契約書を作ると危ないなと思ったのであのそれこそレックの森山先生の,あの司法書士の 講座のでやっぱりあの予備校の先生で分かりやすいのであのそれをバーってちょっととりあえず見たっていう記憶はありますけれどもあの資格は別にあの取得しなくてもあのできるしあるいは最終的には資格者雇っちゃえばいいっていうのもあるので、うん、あのなんかこう資格をいっぱい持たなきゃいけないっていう発想はないんですけどただ知りたい情報とか知りたい勉強は資格講座とかうまく使ってもいいかなという感じは確かにしますかね。 はい、ありがとうございますじゃあちょっとあのどうですかねうんこの辺もあるんですがまあ似たようなご質問かなというふうに思います。あ今までの最高月収を教えてくださいっていうのはあります <laughs> <laughs>。最高月収って言われると考え,考えたことないけど多分5600万ぐらいじゃないですかね。うんうん、なんかもう徹底的にあのあの えなんだっけなホテルやった時があって、1件50万ぐらいなとつを20件ぐらいやったことがあるので、2、3か月で。まあ多分あの時五5、600万かなという。いやあの、覚えてないです。いや、そのくらいですよ。うん、確,か確かに、確かになるほど、うん、いや、でも逆に言うと、今までのっていうけど、これ、私、それやったの 2, 2、3回なので、これがずっと続いてると死んじゃいますからね。あの死んじゃうぐらい仕事やらないとそれになりませんからね。 まあ、どっちでもいいかなというかその最高月収よりはこう継続して仕事が来るというのが実はすごく大事だと思っています。うんうん、確かに <laughs> 僕はあのこれなんか伊藤先生よりあの上の金額を言ったらなんかいけないのかなと思ったんですけどあのこれは理由があってその最高月収でその1,000万超えた時あったんですけどそれ何かというとあの海外企業のそのコンサルやってた時にあの海外送金のタイミングとかがなんかずっと遅れに遅れて <laughs> あの半年分ぐらいのコンサルフィーが 全部乗っかっっかてきたた時があったんですよ <laughs> だから、まあ、たまたまその次バンってこう跳ね上がったことはあったんですけど、まあ、平均してどうなんでしょうね、まあ、平均の月収とかいうのも <laughs> あれですけど、あのー、これよく規模感が何か年間1億の売り上げあるぞとかっていう,いうのを聞いてあの皆さんどう考えるかなんですけどじゃあそこどういう事務所借りて何人雇ってるのかなって考えたら 売上の1億ってそんなにすごい数字ですかっていう感じがしますよね。で、もちろんすごいんですよ、もちろんすごいんですけれども、あの、まあのまここのお店の売り上げどうかっていうのを見るときに経費とかもこう当然こう計算しながら見ていただくといいんだろうなという感じがあします。はいということで、まあこれは答え,答えづらい質問じゃあ、ちょっとうん、うん、その他の方ので、はい、気になる。 せっかくなんかそのシェアエコノミーの分野で行政書士として活躍できるかという話であのこれ実は私の1つのターゲットの,あの中にこのシェアリングエコノミーって実はありまして、えー、例えばウーバーさんの配車をするサービスこれ日本に 持っていきたいっていうふうに思ったんですけど、日本の規制がですね、まあタクシー業界とかあそういった圧力もありますけれども、あのまあおついてなくてでウーバーイーツで展開するっていう形になってしまいましたけれども、ね実はでも五六年前の時にタイミングであのこのウーバーが入ってくるために規制をどうしたらいいかえこういうのを あの実はメンバーで一緒に考えたたりとかししてましたで同時期にあの民泊ですね、えー、これは AIBAB さんとか私はそのちょっと違う外国企業の顧問で入ってたんですけどもあのそういったシェアリングエコノミーのプラットフォームを作ろうという企業ですねこれ日本の法規制って業法なので業者を規制するんですよだけどシェアエコってあの一般人が 例えば民泊として副収入を得るとかあるいはドライバーになるとかっていうサービスなのであの業法規制がでできないんですよねだから海外でも結構いろいろ問題になってるんですけどあの法規制の部分ですごく新しいし難しいと思ったんですよ。なので私は結構シェアリングエコノミー専門的にやってますっていう歌い方をあ一時というか今も実はしてるところがえあるんですけれども。 あのプラットフォームビジネス、これあの、行政規制、レギュレーションをちゃんと見れるっていう、うん、あの人、少ないので、めちゃくちゃ活躍できるような気がするんですけどね。と、はい、いうことで、これ、ちょっと得意分野だったので、あのあの気になっって話しちゃったんですけどそれ,いやそれから言うと、<え>あの監視アなんかもそうですし、いわゆる所有しないで監視アとか、あとレンタサイクルなんか、シェアサイクルですか、うん、ああいうところって、すごくあのま,だまだまだ入れるっていうか、うん、あのこれから私たちがこう関われる分野がすごく多いので。うん あのもっと言うとその家をシェアするっていうですねシェアハウスもまさにそうですけどね、うん、あのそういうところっていうのは今間違いなくその世の中の流れが所有よりもシェアリングになってるこれはもう間違いないところなんでそこはあのちょっと新しいビジネスのチャンスがあるかなっていう風には感じます。ですよね。はい、なんか既存の法律がなんかここの場所でこの人やってるから許可を与えるみたいな規制じゃないですか大体の許認可って。だけど 今、そのネット、あのねこうインターネット使ってやるビジネスって、それを全部ぶっ壊すような、ね、ビジネスモデルなので、省庁も,も頭抱えちゃってるわけですよ。だからその時に提案してあげたりとか、企業に手を差し伸べてあげると、すごく大きい仕事につながるイメージがありますかね。はいさあ次いきますか次行きましょうか。ね今日は、えーまあ、せっかく来ていただいている皆さんからのちょっとご質問も受けたいなと思うんですけどあ。 きましたか行政書士会の問題点課題ってあるんですけど、はいはい、これはやっぱり伊藤先生にじゃないとねちょっと答えられない話かなと思ってるんですがこれどうですか、うん、えっ、えー、とですねこの行政書士会の問題点って言った時に <laughs> まあ皆さんがどう会を見てるかっていうところがあるんですけどねあのーまあ、問題がないかっていうとないことはないないことはない。で もう少し言うと、行政書士会の問題って、問題って言った時に、何を皆さんが求めてるかっていうところに多分尽きると思っていて、行政書士会ってそもそも皆さんに仕事を与える会じゃないんですよ。で、行政書士会って何する,する会かっていうと、管理するだけの会です。で、逆にそれ以上何も書いてないんですよ。行政書士法にも、それ以外にも何も書いてないんです。で、それから言うと、行政書士会は粛々とやっていて、何も問題がないようにも見える。 でよくあのま,まあこれ私は中に入っていたからもよく分かるんですけど行政書士会の役員ってあいつ金ばっかりもらって仕事してないじゃないかってよくよく言い方をしますよ,よくねそういう言い方私も時々そういうことを、まあ、あいつしてないじゃないかっていう言い方もするんですけどするんですけどほぼほぼ多くの役員は、えー、報酬がないにもかかわらずすごく献身的に仕事をしているこれは本当に事実ですで問題点問題点っていう意味で言うと役員よりは 一般の会員の方が問題が多すぎて行政書士会の問題というよりは行政書士もっと支出を上げろよと逆に別に私は役員の立場から見てるんじゃなくて下から見た時にもう少し行政書士の支出が上がらないと何かあるためにまた行政書士かよって言われないようにする必要があるでもこれは行政書士会の責任じゃないんですよこれもう皆さんが行政書士が登録したそれぞれ個々人の責任なので。 それは、えー、法律家としてのお、まあ、自負を持ってほしいというところがあります。で、えー、もう少しその行政書士会の話で言うと、えー、役員は実はあのー、よく頑張ってる。これはあのー、あえて皆さんに伝えたい。あのー、本当にね頭が下がりますよ。本当に頭が下がる。これは偽、えー、らざる、忖度なしの私の感想です。どうですか <laughs> ずるいっす。ずるくない, <laughs> くない <laughs> あなるほどですね。あのー まあ僕はそのへ関わりは薄いですけれども今まあデジタルのところでちょっと関わらせていただいたりとかするんですけれどもあのまあまあ僕から見ると、うん、情報がやっぱりこうシェアされないっていうのがすごく大きいかなっていう気がしてますあのやっぱ会員にこう伝わりづらいっていうところがある、うん、あのまあ伊藤先生が今ねこう役員頑張ってるんだっていう話もあったんですけれどもどう頑張ってるのか何も伝わらない。 いいうところが、うん、一つ大きい情報はシェアしてほしいなんていうのとあとはやっぱり、うん、そうですねなんでしょう使ってるツールとかもそのデジタルの会議って言ってるのにあの紙が大量にこう。 机に載せられたりとかするので、あ、それは全部やめさせたんですね。あの、やめてくださいっていうあのもうそれ持ち帰るのも大変だし、あのデータでくれればいいからフォルダで共有してください。当たり前ですよね。だから一般的にあの企業でまあ、やるようなことっていうのはやってほしいななんていうので、あのまあ、結構今改善をこうしていただいてるところではあるかなっていう気がしますけれどもね。まあ僕は問題点課題って。 すごく感じているところは実はあるんですけれども、うんまあ、あまりこういうとですね、まあ忖度なしとはいえですね、えー、非常にいろいろいろな、いろんな攻撃がです、ね、<laughs> 入ってくれてるところがありましてあの、ちょっとそこはご理解いただきたいなという感じがしますけれども、えーまあ、ただあの、今、一般の会員にも問題があるんだというご指摘だったんですけど、私もそう思います。あの会が何かしてくれないって言ってる方、すごく多いんですけれども、あの そもそもそういう予算ない、うん、っていう感じもしますしあのやっぱりこうご自身としてこうどういうふうな発信するかってすごく大事だと思うのであまりこう業界団体を頼りすぎないのは大事かなっていう感じはしますけれどねはいああそうだ、はい、一一つだけそれで思い出しました、はい、行政書籍会の問題点という意味では、はい、金がなさすぎる会に会に金がなさすぎるでそれはえっと、うん、私はですねもうこれは私の試験ですけど えと1月3万円ででいいと思ってるんです。年間36万、会員は負担すべきだと思ってる。それは、えー、日業連に1万円、とえー、単員会に1万円、支部に1万円。で、これくらい払って、やっとなんとかかんとかまっ当に、えー、とうに運営ができるぐらいの規模、えー、になる。会があまりにもお金がなさすぎて、ほ本当にないんですよ。これあの見ればわかります。予算を見ればわかります。本当になさすぎて、えー いざ動こうとするときに動けないです。人員もお金もないという業子組みの状態になっていて、もし問題があるとするならば、会員の皆さんがもう少し負担をする覚悟をする必要がある。これは私は行政書士会の大きな問題点だと思っています。これはほ本当にお金がないので、動こうとするときに動けないのが実は問題点でもあります。よくぞ言っていただきました。えー、あの今の話ってななかなか 外でされる方いらっしゃないといいとうかや、問題点ですよねいや私も感じるんですけども、やっぱりね、そうすると、本当、1円たりというのもね、こう、あげちゃいけないって考えてる方も結構いっぱいいらっしゃるので、でもやっぱり、ね、弁護士の会費っていくらですかって聞いたときに、全然違うじゃないですか。だから、やっぱり、あの、少し、まあ、お金っていうのもね、大事な会費とかもね、大事なところなのかなっていう気もしますよね。はいといいととうころでございますけれども え少しあの将来の話だったりとかそのまあコロナ禍における DX の話とかも最初にありましたけれどもどうしう1級弁護士、2級弁護士、3級弁護士にならないため必要なこと 2>, <laughs> 2級が司法書士3級が行政書士って書いてあるんですけどあ,のこれある部分当たっていそうで当たっていないですよ。で 冗談じゃないぞっていうところですよ何が級弁護士だってででいいですか、皆さんよく考えてくださいよ。よ弁護士さんは専門が裁判ですよね。少々化は当記ですよね。我々わ人許認可ですよね。どうして一級、二級、三級って出るんですかで、私たちは許認可の専門家ですよ。別に産級って言われる筋合いはないですよで。こんなのね、ふざけた話です。産級と思うやつは産級になる。で、もって言うならば、<laughs> もっていうならば、私は一級、二級どうでもいいと思ってるんですよ。一級の行政手になればいいじゃないですか。それだけの話ですよ。以上です。ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。簡潔に <laughs> そう,そうです、ね、<laughs> そうあの、ね、何でしょうね結構司法試験の勉強されてる方がこういうイメージを持たれる方が多いんですよね。でなんですけど弁護士の先生方もあの全く全然違うプロフェッショナルとしてあの行政書士の方って見てますからだから。 あの行政書士だから下だとか思ってる弁護士さんがいたとしたらそれはその,その先生がやばいですね。うん、あの私の知ってるあの優秀な、ね、弁護士の先生とかで絶対そんなふうなあの感覚ではいらっしゃらないというふうに思いますし。 あとは私、よくいろんなそのところでお仕事するときに、何の専門ですかって言われたときに、日本の国内の,その行政規制の専門家ですっていう言い方をよくするんですけど、それ言うと、いや、それはビジネスにおいてものすごく大事なことじゃないかって、大体経営者の方だと感づいていただけます。手続きの代行屋ですって言ったら、うーんって思いますけど、レギュレーションの専門家ですって言ったら、だってそれビジネスにとってすごく大切ですよ。 訴訟の専門って言われるよりどっちかっていうとそっちの方がねサービス設計するときに大事なわけですからあのやっぱり行政書士って見せ方だろうなっていう感じが、うん、あします。はいというところですね、うん、じゃあ、えー、ちょっと最初の方の話題でございますが、はい、これ先にいきますかね。うん、はい、はい、えー DX、コロナ禍において どうですかねあの変わったことだったりとかあるいはうん何か困った経験とかもございますかコロナでうんと逆の言い方するとですねあのー、まあコロナが元ですかうちは それまでずっと補助金、助成金ってやってたんですが、うん、あのコロナの助成金ってすごくうこう範囲も広いですし、あの種類も多かったし、えー、規模感もすごく大きくて、あのー、かなり、えー、うちの事務所は、えーまあ、コロナを通じて、助成金、補助金を中心に置くようにあの今はなっています。うん、まあそれはそれで、そういう仕事の着方をするからということですね。うん、でそれともう,すもう一つ感じたのは、コロナが流行っているときには、あえて無理をしない。でえー、こう世の中がこう 上り,上り下りがありますからこう下ってる時にあえてだってコロナの、ね、こう蔓延する時に。 お客さんに営業に行ったら「お前何しに来たんだ」ってやっぱ言われるのは当たり前ですがそういう時は無理をしないで自分を蓄積させる方に時間を割くでもうおかげさまで、えー、このコロナの時にはですねすごく本を読みましたもう今積んどくなってる人がどんどん減っていくぐらいに本を読む時間ができて私にとっては非常にありがたい時間です一回自分をこう見直すっていう意味ではコロナはすごくありがたいで,ですから何を言いたいかというと世の中のこう流れがこう下がってる時には自分を蓄積する上がってる時には勝負をするっていうそのタイミングをうまく測って あえてコロナの時に無理をしてお客さんに叱られてタイミングを逃してここ勝負だよっていうときにタイムを逃して営業しないのはやっぱりそこはあ,のあり方としては間違って今は力を貯める時期なんですよ。今は力を貯めててうかも,うもうそろそろ勝負をかけてもいいぐらいもう少しするとコロナ完全に明けますからその時にこに爆発できるだけのものを何を準備するかというのが実はすごく大事で、えー、そういうのを見る上においてはコロナって非常に重要でした。なるほどですねあの そうですねあの僕は何でしょうよくね今コロナがまあちょっと収束しつつあって、えー、日常に戻るっていう言い方をされる方は多いんですけれども戻らないよっていう話をあのよくしますあのビジネスにおいてこのコロナの1年間半で生じたこととか変わったことって例えば無駄な会議、えー、これがもう全部ズームで良くなったもう超いいっていうふうに思いますからあのもう二度と そこまでで行行っっっててき来すするっていいうう交通のね往復ななんかかけけたくないってやっぱ思うわけですでだからもう変わったことっていうのは多分もうあの大きく変化していてで、えー、もうちょっと言うとあの私はその行政手続きのデジタル化っていうところに関してはずっとあの興味があったしあのそうすべきだというふうに思ってたタイミングででも日本の行政見てると多分10年後10年15年後になるんじゃないかなと思ってたら。 まあ、ある意味コロナのおかげっていう言い方は不謹慎かもしれないんですけどそれで15年先の未来がパッともう目の前にこう入ってきたっていうところでそこの部分はすごくあり,ありがたかったかなっていう、えー、感じがしてますちょっとデジタル化の話今ちょっと言いかけたついでにあの少ししたいなっていう感じがするんですけどもあの この間、フィリピンの、うん、と経済特区でアファブっていうのがあるんですけど、そこのあのちょっとビジネスモデル見てて、で何かというと、あのそこ、すごいんですよ。ね日本で言ったらスーパーシティみたいな感じなんですけど、日本のスーパーシティってあの全然スーパーじゃないんですよね。でなんだけど、フィリピンのその経済特区は本気なんですよ。もう絶対に新しいことをやれ でもしその必要な技術があるんだったら海外から企業を引っ張ってでも何でもいいからその新しいことをやれとでミッションが新しいことをやれなんですね。だから規制も全部取っ払ってくれるっていうそういう経済特区があってでそこであの不動産のなんか、N、NFT とか使ってやるっていうのをやってましたけどあの一つ面白かったのが、えー、不動産投機。 A から B に、B から C にいてね、法務局で今やってますけども、司法書士の先生方がやってる業務でありますけど、これ、ブロックチェーン使ってもうやるっていうので、もう実際にもうやってます。だから、あの、手続き代行いりません。あの、ブロックチェーンで全部瞬間的に証明されるし、間違いがないわけですよね。ああ、それいいじゃんって、すごく思いました。だから、あの、行政手続きとかが、まだまだ手続きはね、我々が書面作る、綺麗な書面が必要なんだよ。 あのもう多分そういう時代じゃ本当にないというふうに思いますしそういう規制緩和された瞬間に技術的には今できちゃうんですよね日本でもあの当然できることだなと思っていて私はでもそうやって便利になっていくのっていうのは必然だと思いますしあのデジタルっていうのは非常にあの、ね、可能性を感じるなっていう感じがしてるんですけども、まあ、そんな事例なんかをちょっと見たりとかしていて。 えー、伊藤先生とデジタルの話ってあんまりこうしたことなかったような気がしたんですけどもいやでもすごくあの、えー、まあこのコロナにもかかってそうなんですけど、えーえー、一気に行政手続きが簡素化されましたよねで、うん、今までは必ず出頭してください、うん、必ず来てくださいってやつが、うん、来,な来ないでくれ郵送にしてくれって逆に私ずいぶん参拝やりましたけど、えー、コロナの時期はほとんどもう事前には来ないで郵送で来てくれって、うん、一回郵送になると今まで必ず来いって言っ,た言ったのがもう戻りませんよね。 郵送手続き1回やっちゃうともう戻らないんですよで1回電子申請やったりすると必ず届出を出せっていうのがもう戻らないんですよ、うん、でもうそっちの領域に入ってるんです間違いなくそっちの領域に入ってるんですこれは行政書士が嫌だとかいいとかもういう以前のもう段階でもうそっちの領域に入ってるのでで入ってるってことはまずきちんとあの考えるっていうこととここにまあリスク投稿とか様々 あのありますけど、これは絶対にそっちの域行きます。どんなに行政行政書士が頑張っても、絶対に行くので、行くっていうことを前提に笑われば仕事を組み立てる必要があります。で、これはあのまあ、リスクといえばリスクだけど、あの多大なる可能性があります。これ実際に関わってみて、あのデジタルができないところで実はヤマホだって本当にヤマホだって。 多分絶対に行政書の仕事はなくならなくらいです。単純な仕事、今まで代償と呼ばれていた仕事は、もしかするとなくなっていく、だって電子だからね、電子だからポンとできるものはなくなっていくけど、それ以外になくならないものってのは山ほどあって、もっと言うと、電子申請に馴染まない許認可の業務ってのは山ほどあって、多分行政書士は不滅だろうなっていうふうには感じますね。 行政書士は不滅という名言出ましたけどそうですよねあのまあだからあの私も昨日なんかねこういろんな方と、えー、皆さんにとっての行政書士って何ですかっていう話をちょっとしましたけれどもあのその行政書士の価値っていうのが一体どこに置くかだとは、うん、あ思いますよね。でまあ、デジタルにになった時に まあ、いわゆるなんか書面に入力してたのがあの勝手にデータ連携して取,り取るようになってくれるありがたいじゃないですか、えー、皆さん入力したいんですかっていう感じが僕は聞きたいんですけど僕もともとそういう面倒くさいの,あの大嫌いなのであの勝手に情報連携してくれる最高じゃないですかと思うんですよね、えー、でもお客さんは何を価値感じてくれてるかって、えー、我々法規制詳しいわけですからなんでその ビジネスのね設計するときに我々にアドバイスを求める当たり前ですよね、ここに価値を感じていただいてて、あの手続きの,その代行、ここにフィーが入るんではなくて、えー、そこの行政規制のホームのサポートだったりとかね、そういうところにあの、まあ、価値がついていくるんだろうなっていうのと、あとはいろんな役所との調整とか、<し>まあ伊藤先生とかも,、ね、もう大得意だと思いますけれども、あの難しいんですよ、そういったこう利害関係者の調整機能。 これはデジタル空間の中でやるにしても難しいですよね最初はやっぱりどうしてもその AI 使ってっていったってなかなか難しいのでその人力でやることになると思いますからあのその辺はすごく価値が高まる気がします。 えー、まあ、行政書士っていう名前じゃなくなるかもしれないです,よ、ね、ですけどね。あの、それはいいんですよ。あの、えーえー、名前別に私は行政書士を永遠に残したいわけじゃなくて、行政書士たる仕事は絶対になくならないと、そういう意味。なんで、うん、まあ資格はもしかするとなくなって許認可士になるかもしれないんでまあ、それは、ね、この仕事は絶対なくならないです。よっていう意味でそういう話をしています、うん。なるほどですね。ありがとうございます。じゃあちょっと将来性のところなんですが、はい、うん？ <お> <laughs> これもすごいですね。行政書士業界に必要な人といらない人って。<laughs> これ答えますえいや <laughs> これはま何、あ、でしょうね、それってすごく主観だし、なんか必要とか必,必要という言い方を、ね、こうやっぱしちゃいけないだろうなっていう気はしますので、うん、ちょっとこの質問はなしにしましょうかね。うん、かねはい、はいはいえー、どうですかね。うん まあ、ちょっとこれら全体含めて、その将来性のところ。はい、どうですか、どういうふうにこう感じていらっしゃいますか。うんと、あのー、社会が動いている限り。えー、もっと言うと、あの、ななんて言うんだろうな、その行政書士業務ってよりは。 その、まあ、規,制規制というか、まあ、私はだからもう,もう経営支援だと思ってるんだけど一言で言うと経営支援、まあ、経営コンサルコンサルタントって言っちゃうとちょっと違うかもしれないんですけどいわゆる許認可を中心とした経営コンサルっていうのが行政書士の、まあ、いわゆる核の部分であってだから何を言いたいかっていうとその書面作ってなんぼとか持っていってなんぼっていうのはもうその発想はもう。 これからは多分通用しないですよ。1枚作って3万いただけますじゃなくて全体の中でこういう貢献をしましたから30万いただけますっていうもうほとんどそういう話ですでなぜ私がその行政書士業務がなくならないかってずっと言ってるのは打ち込むとか打ち込まないとかその添付書類を集めるとかっていうよりも今この業務でこのタイミングで取るべきですかっていうその判断なんですよ。 このタイミングで、だから時々私は、あこのタイミングやめたほうがいいですよっていうのはまさにそこにあって、あの、多くのコロナの時期に入ろうとした時に、去年、うん、飲食店営業を取ろうとしたところで、え、今はやめたほうがいいですよ。この時期はちょっと見据えてこの、もう少し先を見てから店をやったほうがいいですよ。で、それ、じゃあ分かりました、飲食店営業を取りましょうっていうのは我々の仕事ではあっても、やめましょうよ。今これ、このタイミングじゃないですよ。これ、もう少し見ないと、店潰しますよっていうのも、やっぱりそれは経営支援という意味で我々はそこに関われるので、そのだから何言いたいか、そのあの皆さん、巨人感なら 建設業許可をやります、ね、それまあ変なしどうっていうまあ一つの中で先生これ取った方がいいああ取った方がいいねじゃあこれ、えー、ヘルプしようかっていうのが我々の仕事で作ってなんぼとか出してなんぼっていうそこはもういいのかなってその発想行政処置業務っていうその発想を少し変えていく必要があるんじゃないかな逆,逆に変えられる人ならば間違いなく仕事は え続きます SDGs なんかもう私はもううはうはしていてもうこれは絶対掴んでやるぞって SDGs ってすごく仕事になるんですよ実は皆さんししすごく仕事になるんですまあどう仕事にするかは後で教えますこっそり教えます <laughs> であのいやそういう話なんですで世の中はどんどん動いてるんですよ本当にどんどん動いてるんです動いてるときにはチャンスなんですねで SDGs もしっかりデジタルもしっかりデジタルは動いているからこそ今すごく仕事なんです、うん、今,今すごく仕事なんですで すごく典型的な例で言うと、このさっきあのキャリア,アップシステムの話しましたよね、キャリア,アップシステムの仕事を受けました。電子申請でやったら結果まで3ヶ月かかります。3ヶ月かかります。で、あなたが直接来るならば1週間で降ろしますって言って、あもうその3ヶ月かけてられないからって、で、持っていったら1週間で本当に降りて、お客さんもお喜びですよ。で、他の業者3ヶ月かかった。だって、電子申請でやってるやつ、何やってるかって、電子申請で積み上がったものを。 上から順番に、下からこう積み上がって、上から順番にあるんで、すごい溜まってるんです。1一個1一個のデータを付き合わせて、間違ったら間違ったらな,な,なりなっ打ち込んでるんです。向こうの人がね。で、窓口で行くと、その場で見てもらうてあ、これ違いますよすぐ直してもらって、すぐ通るので、それは3か月と1週間たら、それは勝負にならないですよ。で、電子人生にしたから必ずしも早いかって、これは移行期だから、ある意味移行期だから、そのチャンスがあるんだけど、必ずしも早くないんです。で、必ずしもそれがすんなりトラブルがなく行くわけでもない直接行った方がうまくいくケースもある。これ、あくまでもケースですよ。 でそういう世の中が動いているときに我々のチャンスっていうのがあの多くある。つま政府もどっち行こうかな、こっち行こうか、あっち行こうかなって言ってるときに我々があ今これこでこのタイミングでやりましょうよっていうのが我々の仕事なのでそれは多分なくならない。要請処置というか、うん、その仕事は絶対なくなりませんよっていう意味で話をしています。はい、ありがとうございます。あの、そうですよね。で、そのデジタルのタイミングとかんですけどなんかその。 デジタルについて勉強しようとかってする方も結構いらっしゃるんですけど多分そうじゃなくてあの僕もこの十何年間ずっと一貫していってるのってやっぱ行政書士ってその行政法規強いこれが魅力だしそこの深掘りしなかったら専門性も何もないんじゃないのっていうのが実はあってであの今結構いろいろ若手のスタートアップ見てでも仕事はできるんだけど腰をじっくり据えてあの勉強する時間を取らないんですよね。 でも皆さん資格勉強する時に結構。 じじっくり勉強をしたじゃないですかでそれを結構続けていくっていうのはすごく大事でそれがあの求められてるような気がします。本質はそこにあって私もなんか違う捉え方あのされること多いんですけどなんかこうねこうななんだろう最新のなんかビジネスモデルとかなんかそういうのをごちゃごちゃやってる人かなって思われるんですけどあのぼ僕は単純にあの夜とか事務所でやってる作業ってひたすら行政法の本とかあの <laughs> 読んでる、ね、多分伊藤先生もそうだと思うんですけどあのそういうのをやってるっていうの 実はあの、うん、基盤にあるかなという気がしてるのでちょっと本質をこう間違えないようにこうしなければいけないのかなという気がしてます。と、えー、いうところでございますが、えーまあ、ちょっと残り5分という形になってきたのでもしあのこの場であれですよねなんかご質問とかある方いらっしゃったらあのちょっとだけ、えー、12個ご質問を受けたいなとも思うんですけれどもどう,どうでしょうかね質問。 しづらいですかね、空気的に。何かこう、ここ、ちょっと、あの、喋ってほしいとかあ。あられますか。あ、あどうぞ。はい、あの、すみません。あの、行政写真っていうのは、やっぱり開業しないと。登録させてもらえないものなんでしょうか。あの、すなわちですね。あの、まあ、なんか、どこかに、疑質問しました。あの、例えばあ、あの。

でそういう中であの本当にそういったそういう選択肢っていうのは、まあ、あんまりないだろうっていうのはネットで見ると大体なんかもう無理だからやるっていう話が多いんですけれどもとか、うんまあ、期待はできないということをよく言われてるんですけど実際ここはどうなのか、ま、やっぱり実際に事務所を持たないと、はい、で雇ってもらえないと、うん、もうそれその視点で 行政書士の登録はさせてもらえないものなんで、うん、そのありを教えてだい。えっと声入ってます、ね、大丈夫ですか。はい。じゃあちょちょっと繰り返しつつですね。あのえっと行政書士は開業しないと登録できないかっていうまああの一つですね。でそれはあの勤務行政書士はあります。でえっと実はうちにもいます。でもう一つ言っておくと、今実はうちの事務所は一人いい募集をしています。あのー。 もしいい気持ちがあったらあの応募していただければと思います。あいや、これはあの真面目な話そうなので。で、あのー、行政書士はだからあの、答えから言うとえ登録はできます。開業しなくても登録はできる。でも、あまりそれは、えっと、期待されない方がいいかなっていうか。あのー スタッフを持ってらっしゃる方って非常に,非常に少ないので、まあ、それよりはあのもしやる気があるならば早く開業して開業講座を聞くなり、まあ、研修やるなり支部,支部の中で少しずつ活動していって実務を見ていくっていう方がなんか現実的なような気がします。もしそれが危なないとと思ううらばもうあの、まあ、逆に言うと 登録だけはしておいて少し様子を見て、あ1年間様子見あちょっとこれ危なそうだなと思ったらさっさと、いや、逆にそこにしがみつく必要は全然ないので、自分に向かないなと思うならば、そこでさっさと廃業するというのはこれ、これは選択肢としては、私は廃業をお勧すすめするわけじゃなくて、様子を見てみてど、どうもこれは相性が悪そうだと思うならば、あのさっさとこの分野から外れるというのは、私は選択肢としては大いにある。必ずしも行政事務所に、えー、なんてんだろうな、そのいなきゃ実務が覚えられないと思うのも、それもちょっと違う感じがするです。私はそもそもも もあの基本的に全部自分で学びましたからね基本的にはあのそれしかないだろう、うん、結局だってあれですよ勤務したって覚えられることって本当に限られてますよ。うん 私が今仲良くしてる方々はもあの皆さんどっか、ね、こう開業前に修行してから独立したんじゃなくて最初から独立してる方が多いんですよね。であの東京の場合だとあの実際募集してるところは結構多いです。うん、あの私のところも実は募集してます。あのおただやっぱり感覚が合うとかでうちの勤務スタイルに合うとか、まあ、そういうことであの判断はしていますけれどもあの実際募集してるところは多いんですけど。 募集がなかなかこう見えづらいっていうのは、例えばそういう求人の,そのサイトとかを使ってるところっていうのは、そこまで多くないかもしれないんです。あの、ま、事業の求人とかでも、やっぱりかなりその1人それで採用するのにコストがものすごいかかるんですよね。150とか200万とかそうやって払わないといけないもんですから、あのそれがネックでこう、実は事務,事務所ページ見に行くとあの募集してるんだけど、 あのそういう求人サイトに載ってないっていうのは結構あるかもしれないなっていう気がしますかね。うん、であとは何でしょうねそのうん経営者になるタイミングってなんかよくわからない自信が出てくるタイミングだと思うんですよね。<laughs> 俺いけるんじゃないみたいなあの感じっていうのがこれ感覚値なんですけどやっぱ私もそういう感覚でもう本当と勢いだったんですけど。あの そうですね。なんかそういう感じにこうなったタイミングがあったら開業登録してもいいと思いますし、やっぱずっと不安だなって思うのであれば、あのちょっと別のあの道を見つけていくっていうのも、あの開業するのが全てじゃないと思います。から？うん、はい、それがいいんじゃないかなっていう気がします。はい、あ,ういあ,あそうか1つだけ、ちょっと私言っとけば、あのまあ、私は開業はしたんですけど、あのその時にこう思ったことっていうのは、もうリスクがあろうがない。でしょうか絶対にこのこの分野で。この？ この資料で私は生き残ってやる、絶対に生き残ってやるっていう強い気持ちあるよ、ね。で、これはやっぱり誰にも負けない、もう何度もやってやろうと、もうポスティングだろうが何だろうが、とにかく仕事を取るんだし、とにかく続けるんだって強い気持ちもあります。で、その気持ちがなかったら多分私やってないんだと思う。で、気持ちってやっぱりすごく大事なところで、あのリスク考えたら開業なんかできやしないんですよ。だってリスクだらったわけですもん。 だって、開業したからっては、仕事が入ってくる、来る保証なんかどこにもありませんもん、やっぱりリスクなんですよ、間違いなく。で、リスクだと思ってたらいつまでもできない、絶対にやるんだと思ったならばえ、まあ、さっき言った、絶対にやるんだと思って飛び込んでみて、1年間で、 ああの引き下がるの全然ありなんですよやっぱりやっぱり向かないなって、そこはやっぱり見極めじゃないですか。なんか生半可なんかやってみようかなと思って、どんな仕事が取れないな、でもなんかやめるのもっていうのがやっぱり一番、逆にそれが一番リスクが大きいので、やるならやる、ばーってやってみて、1年間やってみて、あっ、どうも向かなかったらさっと引くっていうのは、それは選択肢としては私は随分にあると思っていて、生半可なリスクを感じるやっぱりやめたほうがいい、うん。リスクはありますもん、どう考えたって。リスクはありますよ。はい。はい <laughs> 絶対にっていうね、そういうあの気持ちが大事なんだっていうところでしょうかね。はい はい、というところであの、お時間になりますので、えーまあ、今回のちょっとトークライブということであの、たくさん質問いただいたんですけれども、本当にあのちょっとおかいつまんで、えー、ちょっとあのお話をさせていただくという形になってしまいましたけれども、おなるべくねあのこ、今回いただいたご質問なんかには、ちょっと他のご機会とかで、えー、ちょっとお答えさせていただきたいなというふうに思っております。えー、ちょっと休日のお本当に長時間ですね、いただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。